はい、じゃあよろしくお願いします。スターリング野田さんです。いや違います。野田ちゃん、何ですかそれは。野田ちゃんチーズ。野田ちゃんスはチャーミーが解散しましたんで、これ来てんじゃないですか。マジで間違えたよ。マジのやつですか。マジでチャーミングの印象の、まあ元々コンビ組みましたけど、一人一人しかいないんですよ。そうだ、野田ちゃん、はい、チャーミング野田ちゃんでウェットピンになったんで、もうちょっとそうだ、いただきます。合う、はい、ということで、今日は何なんですか。あのね、芸人ノンフィクションという企画を最近やり始めて、はいはい、一応長尺でその人の芸人人生を聞いたら面白いんじゃないか、うん、別に売れてる人とかではなくて、はい、長い20年ぐらい選手の人が絶対みんな面白いんだっていうので、うん、ちょっと、はいはい、いやいや、ゲナキートンさん、はい、その前は寺島マニアクさん、いやもう呼んでくれてるね、ありがとうございます。いやでもちゅうかこれ見ましたよ。え、2人の見ましたよ。え、キルの見ました。見ました。あ、マジで長いっすよちょっと全部は見てないですけど、うん、だからこれじゃないかなと思って家で見てて、長いことになるな今日はと。ちょっと長すぎないですか。いやでもまあキートンさんはよく喋ってる。キートンさんは歴史があるからいいですけど僕ないんで。でも寺島ニャックさんに至っては、うん、部屋の借りる時間間違ってて、もう出ないといけなくなったから1時間で終わってただけだって。本当あれも2時間くらい。2時間2時間もしくは3時間やだやだいや別に1時間でも1時間くらいしてください。全然いいんですよ、はい、いやでも芸歴22年目なんですよ。はい、あ、僕ですか。はい、はい、だからそれなりに、だって僕と同期ぐらいですよ。いや、そうですね、何年です か、 だから僕が、はい、な、だから僕は、ね、23年目になるかもしれないです、はい、僕 4.5 期扱いぐらいなんですよ。 4.5 期、あ、東京 NSC で言うと、 あ、一緒っすね。で、同じぐらいです。あ、本当ですか。あ、そのくらいに始めたってことですよね、うん、そう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 。で、4期とも言えず、5期とも言えず、うん、僕は太田プロダクションの養成所が初めてなんですけど、その時は3ヶ月制だったので、何期っていうのが不明確なんです、そこが。なるほど、一生その子なんですよ、1年でちゃんと待ってるのって。で、養成所行ってないじゃんね。そうですね、その渋谷公園通り劇場っていう吉本のところの。あー、そっか。で、まあなんか、その時一人ですか。あ、いや、コンビですね。もう全然違うコンビで、はい。それちなみに何てコンビだったんですか。それがラッパリオっていう、それどのぐらいやられたんですか。いや、で、だからまあ公演通りが、まあ、すぐ終わっちゃったんですよ。もう終わるギリギリぐらいの時に、うん、で、キートンさんがそれこそ銀座の方、はいはいはい、七丁目劇場、うん、で、渋谷と銀座なんかバチバチだったみたいな話。いや、だから俺あの上はそうなのかもしれない。そこまでだから入り込めてないっていうか、はい、出てもすぐそれが閉鎖っていうか終わっちゃったんで、うんうんうん、放り出されちゃったような感じですね。え、じゃあちょっとだけしかいなかったんですか、吉本には。そうですね、はい、そこに出させていただいて、でコンビで抜けた。いや、まあだから所属だとかなんだとかもよくわかんないような、はい、あ、まあ、とりあえず出てるみたいな。出てライブは出させて、何か昔あったよね、なんか劇場に、うん、事務所の劇場になんとなくオーディションが出てたら、うん、なんか気づいた預かりとか所属になってるみたいな、うん、あ、ありました、うん、僕もありました。でも何とも言えない、うん、そうですね。僕ただライブ出てただけで、うん、あの他の事務所のライブとかあんま出ちゃダメだよみたいな、なんでみたいな、え、預かりだったんだみたいなのあって逃げたのがありますけど。え、それ吉本ですか。あ、違います。あ、違います。あ、違いますけど、いや、そういう時代だったんですよ、そっから。え、始めたきっかけは、うん、何きっかけで始めるって言ったんですか、お笑いって。え、お笑いですか。お笑い、え、お笑いもともと好きで、はい、はい、でもなんか、うん、始めるきっかけって結構、まあ、よし、やるぞってなんない。ああ、だから高校ぐらいから本当はやりたかったんですけど、はい、だから高卒で俺が入ったら、うん、まあ1期生、東京1期生、うん、に入れたんですよ、年齢的に。ああ、でもまあそういう、まあってことは品川庄司さんも同期同期になる可能性すらもあって。だって年齢は45歳とかですよね。そうですね、1975年8月3日、はい、うん、庄司さんと多分同級生なんで。あれ、はい、高卒で行けば行けたんです。なるほど。で、高校の時からやりたかったんですけど、ああ、まあちょっとその進学校だったんで、はいはいはい、まあそんな新学校、ね、はい、確かに素敵な顔はしてる。周りにその就職するとか、うん、そういうやつももういない、いない状況だったし、そのなんかその芸人目指すの怖くて言えなかったっていうのが、うん、だから高校ぐらいからやりたかったですね。
本当は。で卒業して、はい、で大分の大学行ったんですけどね。あ、大学卒業してからまあこっち来て、こっち来て、はい、どこで相方探したんですか。いや、大学の同級生と。あ、同級生なんですね、はい、大学、大分県で見つけたやつをこっち来て。それ、なんで解散したんですか。いや、もう、だ俺は芸人やりたかったんですけど、はい、まあ、そいつあんまり、まあ、やりたくなかったっていうか、俺にそそのかされてやってるような感じで。あ、なるほど、はい、で、最初はそうやって吉本のね、出てて、そっからもうなんもなくなっちゃって、うん、まあ、ほとんどフリーターみたいになるじゃないですか。はい、なりますね。で、出るライブってノルマライブとかだから、もうそういうのはもう、だんだんもうそいつもやりたくなくなってきて。え、だんだんっつっても、でもそうですね、そんなに長くやってないですよね、その本で。そうですね、今もう半年ぐらいじゃないですか。それでもうノルマライブとか嫌とか言って俺、いまだに出てもいいと思ってるんですけどで、当時はそんな金払って出るとか分かんなかったじゃないですか。今はもう芸人やってたら分かるんですけど、まずライブ少なかったですからね。ライブも、そう出るのもないですもんね。そうですよね。結構高い。2年前とかになるってことですね。そうです。あ、そっか。本当にオーディションを受けて出るっていう、ね、ライブもありましたよね。そうですよね。もうそんな時ですね。そうね。高かったですよ、ノルマも。非常に高いの。高い。5000ぐらい払うね。あ、全然普通。オーディションで。普通にあったかもしれないですね。普通だったら出ないですよ、そんなの。うん。最近なんで、ノルマ3000で高いとか言ってる、うん、いや、破格だぞとか思いながら見てる自分もいるんですけどね。ありましたよね。ありましたね、その人。いやいや、だそういう。それで、ね、じゃあ、出て、すぐ、じゃあ、はい、やる、もうや、なんか、あんま やりそうにないから解散して、そしたらやめちゃったって感じですかね。相方が、まあまあ、いや、まあ、フェードアウトっていうか、もう出ないような感じになって。で、その時一緒にだったヘリコプターっていう、の西岡くん、はい、今ラーメン屋のなんか夢を語れラーメン荘っていう、はい、もうおあの成功したんですよ。ラーメン屋やってるんですか今。今ラーメン屋で成功してます。やめてから。それは関東のラーメン屋。いや、全国もあるんですよ。ちょっと調べてください。なんて名前。夢を語れラーメン荘。おい、初めて聞いた。最近ラーメン二郎ばっかりハマってます。あ、二郎系ですよ。だから、え、そうなんですか。そう、あ、赤羽の二郎で修行して。そうなんですか。で、独立して。俺もう毎日食ってますよ最近。あ、それ食ってください。今日食いたいの。まあ、なんかいろいろあるみたいです。食べました。行きました、行きました。そいつのおかげでドキュメントとかも出ましたもん。関西で、うん、まあ、ラーメン屋成功してるから、はいはいはい夢を追う若者、うん、関西のドキュメントですね、うん、俺とそいつのドキュメントですね。へえ。夢を追う若者、光と影みたいな。それいつ頃のやつ。いや、15年前ぐらいですか、ね、あ、すげえ前だ最近じゃねえんだ最近の仕事の一個だと思ったら。あ、出ません、はい、影の方で、うん、夢をまだ、やってるけど成功してない人と、うん、ちょっと路線変えたけど成功してる人のドキュメントみたいな。あ、そうか、もうその頃から成功してる。向こうはそう、ラーメン屋で繁盛して何店舗も持ってるみたいなそれ、二人で遊んだりとかもするんですか。今ですか。今というか、まあ今の。あ、今も会いますよ、来て、うん、はい、じゃあ全部おごってもらえるんですね。金は持ってますんで。いいですね、やっぱ金持ちの友達はいいですね、ありがたいですねボクスカダちゃんね、売れましたね売れましたよね。やめてください。いや、まあ、ネタのね、あのフレーズで売れましたわっていうのが、そのうちそもそも嫌味に聞こえてないやっていうぐらい。まだ大丈夫だと思うけどね。あんま言ってるとこれ振りみたいで、売れてないのが面白いじゃないですか。そう売れなくなるんじゃないですか。言って大丈夫ですか。そんなことはないんじゃないですか。言って大丈夫ですか。言って大丈夫。売れましたわで、会場の空気が変だなと思ったらやめたいじゃないですか。それきっかけで、まあ、なんか売れてても笑えてたらそれ言ってもいいし、なんか人によってはいけそうなところがするじゃないですか。それできますよ。サンマ御殿って言ってたんですよね。いや、僕緊張しましたよ。だから、いや、よく想像してくださいよ。もう2回目でサンマ御殿ですよ。いや、俺もう見てるこっちも緊張してますからどうぞ、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 どうぞ
僕まだサンマス生で見たことないので、僕初めてですよ、うん、で今はなんか結構やっぱりひな壇っていうのはそんなに人を呼べないから一人一人がちょっと目立つじゃないですか、だからより緊張するじゃないですか、まあ、たくさんのさ立衆の中にいたらちょっとなんか逃げれるじゃないけど、はい、あるけどあれきっちり一人座ってる感じがすごいですよね。いやあれは怖かった。だからもう前の日とかもう寝れないで、うん、いやもう本当になんかあの中学校あね、うん、学生の時もなんか事件起こって学校なくなってほしいみたいなあったじゃないですか、サボりたくて、もうそのくらいの気持ち数だから何かが起こってもう中止になってもいいぐらい怖すぎて行くのが熱出ないかなぐらい、いや怖い今熱出たらすぐねもう出ないやつ、あ俺最初のまあ編集されるね、ねどれが本当に最初か言われ、はい、まあテレビで出た人なんか野田チャンスは劇団行ったじゃないですかよろしくお願いしますえなんで急に素に戻ったら、あれはどういう意図だったんですかね。ああ分かりました。いやあれどっちかなと思って、はいはいはい、野田ちゃんも長いから、はい、あれこのキャラで行き切ったら良くないぞって変えたのか、一応野田ちゃんさんってキャラクターに出てるから一回これ出しといて一応丁寧に挨拶した方がいいかなっていうので言ったのかなとか、俺そこ考えちゃうんですよね。やっぱさすがっすね。いやいや一瞬で分かったってことですね。いやまあそれやったらさんまさんがちょっとあんまり、うん、うん、みたいになってたんで、ああやべえと思って普通に言ったんで、多分知らなかったかもしれないですもんね。そうそうそうです。でまた多分2回目とかでそれ言ったらありえたかもしれないですよね、うん、だからそういうね、もうここで一発当ててやろうみたいな変なキャラが出てきたみたいな感じで、さんまさんも、うん、もうそこは触れないみたいな、もうなんか分かるでしょ。なるほど、フワちゃんとか真似して面白がってないぞ、まだでそれはもう、だからその後、ね、本当のシミュレーションではなんとかスワとかね、喋りたかったんですよ、うん、俺だって、うん、一回も出てない。フワちゃんスワって、あもう今日はそれで行き切ってさんまさんも乗っかるのねって俺はそう思ったけど、よろしく、あれあれ変えた変えたって思って、あれがね、あの中にいろいろな考えが詰まってんのかなと思いましたよ。スワ一回も出せてないですからね。あれ確かにね。わあ、やっぱ分かりました、やっぱ。しかも野田ちゃんスワのキャラ自体がそんな長くないじゃないですか。一回だけですもんね、そのあの時面白そうなんで1回やって、でもこのキャラ作ったのもだって2年、そうですね、はい、でそうですね、はい、だから多分体に馴染みきってないから生き切るだけのなんか染みついてもないのかなって一瞬なんか本当にそれしかやってないやつは関係ないんですよ、もうこれですっていうので。でも野田さんまだ2年くらいだから降りることはできるんだよね。あれ普通の自分になっちゃって、普通にただのおじさんが喋ってるみたいになっちゃいましたね。難しい、確かに。いやいやいや、まあでもしょうがないですね。いやでも、でもその売れたいんだなとか、ああいうのをいい意味で出ててよかった気がしますけどもうだって言葉で言ってましたもんね。どうしよう、あのさんまさん優先的に美味しくしてくださいお願いしますあれすげえ、もう魂の叫びだよね、あれ優先的にこんな言葉ってもう本当にもう売れたい人しか出てこないんじゃないよって、言葉として必要のない言葉なんだよね本来ならば自然に出てましたねやっぱ、ね、でこれも野田ちゃんも絶対売れる気なんだっていうのはこれ伝わりましたよ、売れた時は。そうですね、キャラは抜けたけどまだ売れる気は、売れる気はなんとかしていけますよと。いやすげえな、その全部分かっちゃってるんですね、そのちょっとのね、まで、オンエアの。いや、だってあそこ、異様な空気だと思うんだって。いや、多分まだテレビも短いからさ、うん、あんなでかい番組、うん、馴染めないじゃない、うん。まあ、馴染むのは不可能じゃないですか。だから、ちょっと、どうして、でもこのままじゃまずいと。はい、だってそれこそ、まあ僕サンミュージックなんですけど、はい、小林アナっていうのが、はい、サンマ御殿で出たらしくて、はい、その時何一つ喋れなかったと。本番でも、本番でだから収録、あ、オンエアでも多分喋ってないです。オンエアでも喋ってない。まあもちろんそうですけど、ね、収録で喋ってもオンエアで喋ってない。これ編集能力がすぎるってなるけど、別撮りしないと。そうそうそう。っていうのもあって、だからそのぐらい緊張するんだって。で、小林さんだって滑舌いいし、普通に喋っても聞けるのよ。なのにそれの人が喋れなくなるっていうんだから、あの
美味しくしてください。よくぞ言ったと。あれ逆に言っとかないと多分いけないなって俺は思うんですよ。あれちょっとつながったんですね。開き直ってる自分っていうのがいるから。いやあれ実は、はい、まあ編集でああなってますけど、はいはい、あの中岡さんいらっしゃったじゃないですか。いただきましたね。僕挨拶させてもらって、はい、これテレビ2回目なんで本当助けてくださいみたいな。うん、だからあの人のおかげで助かったっていうか、おまあさんまさんに。チュースってノアチャンスをやって、はいはいはい、で俺があのブルっちゃってそのキャラになったわけですか。ブルっちゃって返しすぐにブルっちゃってあれ違うぞこれみたいになって。面白いすぎるけどね。芸歴22年でやっとテレビ出てもうここからを本番でのにそのすぐでブルあれじゃあ俺イメージしてた。さんまさんがもうね、うん、あの、気に入ってくれ何回もやるシミュレーションもありましたんで。でもなんか好きになってくれそうだしね、このキャラクターね。それが一発で、あ、じゃあ、これ、やばいことになったみたいになって、で、さんまさんも、まあ、そういう感じで、ちょっと流されて、うん、実は一回話、もう、違うところに振ってるんですよ。だから言ってた、あの、優先的にお仕掛けさせてください、もう、ない状態で次行っちゃったんですよ。はあはあ。もう終わりだなと思ったら、うん、中岡さんが、さんまさんみたいな、この人テレビ2回目なんですよみたいな感じで、そっからさんまさんがちょっと食いついてくれて、マジかみたいな感じで、で僕も緊張してるみたいな感じとか、あの優先的に美味しくさせてくださいって繋がったんで、なるほど。中岡さんにはもう本当頭上がらないけど、感謝ですね。さんまさんも多分警戒したと思うんだ。やっべえ、月さん。多分これ太ってるとか、もっとなんか、うんなんかダメな感じじゃあ一応キャラとして、はい、でも髪の毛ハゲてないし、うん、顔別にねブサイクじゃないしちょっと細いからちょっと向こうも食ってきたんじゃないですか。なんかちょっと怖い系の人だったらあんま用意しらん方が変な空気になるかなっていうのを何にも考えない体感で思ってたのかもしれないしね。そう、それはあるんですね。まあさんまさんあの瞬間にどのぐらいのことを考えたのかなっていうのはちょっと思っちゃいましたね。見てるとこ違いますね。とてないとてないとてない一度さお笑いたお笑いたお笑いたですよ。いやいやマジで その物語が実はあったんですよ。いや だって今なんかも仕事もだいぶ増えて。いや全然まあ、今までよりは全然もうテレビも出たことないから。でおそらくもう山のようにこの今日の動画の聞くようなことをもう一回聞かれることにね、お笑いいつ頃始めたんですかとか、まだ聞かれてないですか。あ、いや、あの、インタビューあったんで一回、はい、プレイボーイかなんか、はい、その時は ありましたね、はい、おいでやすこがさん、はい、錦鯉と、ね、と、野田ちゃんと、ね、2ページずつ並びですね。あの、おじさんがいます、ね、おじさんでやつよね。すごい、そこに並ぶって想像じゃない。いや、あれはいいですね、うん、もう2組はすごいですもんね、今もう2組すごい。私にも仕事欲しいですね。だいや、来るんじゃないですか。来るんですか。このなんか流れがまたちょっと、ね、第7じゃなくて今度はおじさんが今度また、まあ、第7ってもつい最近の話なんだけど、また別の流行りみたいな流れが来てるから。ああ。いいね。じゃあそのパックでね、なんか出させていただいて。いや、あると思いますよ。本当ですか。いや、アメトークなのかわかんないけど、おじさん芸人みたいなありそうじゃないですか。そこら辺の人呼んだりとか。いや、なんとかそこに入んなきゃダメですよね。いや、入るんじゃないですか。今ライバルはでもいっぱいじゃないですか。おじいや、このポジションいないですか。いないですか。あの賞レース以外で上がってきてるってまずのがすごいですよ。 M1 とかってもう決勝さえ出ちゃえばちょっともう仕事につながるとかあったりとか、うん、まあ R1 だったらなんとか決勝でちょっと仕事につながるとか、うん、あ出れなくなってっていう、まあおいでやす小田さんもそうだけど、うん、おいでやす小田さんは記者会見呼ばれてるじゃないですか。でもそこでちょっと美味しくなってんだよね。なってて。ちょっとあそこでお膳立てが出た上、できた上での M1 もあったから、でも野田ちゃんは普通に出れなくなって、そのぐらいで頑張ってなんとか面白そうにたどり着いて、で、ね、で周りからしたらびっくりしたの。え、芸歴長くても出るんだ。あれびっくりした、はい。よくまずオーディションに行く流れが作れたっていうのを。普通だったら事務所から、お前も長いから、もうちょっと面白さはもうやめといて、みたいな。そうそう。いや、だから結構、入ってます、俺ぐらいしか。ソニーの、もう若い人中心で、もう俺がなんとか入れてもらえたぐらいですね。他の人は入ってなかったです。ですよね。だからもう、変わるって思ってないじゃないですか。
とびっくり。それ自分が言ったんですか、事務所から来たんですか。事務所からオーディション来て、はい、ね、その先結構ソニー多いから、はいはい、そこなんか50組ぐらい行ったのかな。でもそこに入るのも大変じゃないですか。で、若いの中心ですから。だから何組ぐらい行くんですか。50組ぐらいか、ソニーで。いや、相当いますからね。50組もないか、30組ぐらいですか。おうん、の中に入れたのが奇跡ですね。だから そうですね、そこにも入れないね、状況ですもんね、今も。そうおじさまのも入ってます。まず2時に上がるのもめっちゃ難しいし、はい、でそこは先なんですよ、 R1 終わるの知る前に。あははははは。時間軸で言うと。なるほど。一発目のオーディションっていつ頃なんですか。11月ぐらいですか。あははは。11月の頭ぐらいで。ああ、そうか。で、結果が出て、うん、まさかの2、2時みたいな。俺とやすこちゃんと。1時は、ね、手応えあったんですか。1時はリモートだったんで。あ、そっか、わかんないのか。全くわかんないですよ。まあまあ、とりあえず音くとくかってなもんで。そうですね、リモートで、うん、まあ、ビーチ部で一応向こうは見てるっていう。ああ、なるほどなるほど。一応声は聞こえるんですけども、はいはい、30組ぐらいいるから質疑応答とかなしじゃないですか、はい、なしで、うん、はい、ありがとうございました、うん、ね、無人だし、手応えもなんもないですよ、うん。で、まあそこ受かって、と思ったら、R1 2時に行ったのがもう2組ですか、安田さんと。いや、3組です。あ、3組、はい、あと誰ですっけ。ゆきたけし。あ、はい、ゆきたけし2年連続行ってるゆきたけしさん。ゆ、その2時が最終になったんですっけ。もう1個は2時行って、はい、まあ、いろいろネタも相談させてもらって、はい、で、3時が、はい、あの人前オーディション。そこに行くの、ここも結構ニュースになるじゃないですか。なる。ナタリーさん書いてる。なる。ここでも鼻高々ですよね。そうそうそう。で、準決勝だね、今。で、うん、でそこに、うん、ソニーが3組行ったんですよ。すごい、ね、3組受かって3組行ったって、うん。いや、だから、これは全部っていうか、この中の1組ぐらいしか受かんないだろうな、みたいな。うん、そしたら、まあ、2組受かったみたいな。すごいですよね。奇跡起きましたね。で、安子さんもすごいけど、うん、ソニーって若手売れることあるんだ。売れる機会なんかわかんない。超もう行くとこなくなって最終的にたどり着いて、実力ただそれをやっていくって一番難しいやり方でテレビ出てくるじゃないですか。で、ヤスコさん、あ、若手で、まあ、あの人面白いけど、うん、にしてもやっぱり他の芸歴の人山のようにいるので埋まらずに、いや、まあ、面白そうってのはやっぱ若手発掘ってのもあったんで、それでうまいことをね、はい、行ったでしょうけどね。だから今来てますね、じゃあソニーは。安子さんみたいなね、出れば。めちゃくちゃだから希望を与えたなっていう、特にピン芸人の安子さんと、ね、その野田ちゃんが。ああ、対比で。対比で。しかも R1 以外で。R1 以外で。で、R1 に出れなくなったキャリアの野田ちゃんが参加できて、ちゃんとオンエアまでたどり着いてるっていうのはめちゃくちゃ希望になったし、多分おそらく数人はもうちょっと続けようと思ったし、あると思うけどね。あ、面白そうで出れるかもしれない、ね。やっぱりインディーズライブいろいろ行ってるとくすぶってる芸人は、まあ1回戦2回戦で敗退してる芸人ですら、まあ R1 しかねえからな、小言のようにつぶやきながら戦ってる感じなんですけど、だけどそんだけのキャリアでもね、やりましたか。やりましたよね。ありがとうございます。ね、褒めていただいて、オーディションとかって、うん、まあ、このピンになってから2年ぐらいで、なんか受かった予感もあったんですか。あ、僕でも、あれ見た、あ、東京オーディション。東京オーディションは何回か出てましたよね。は何回か出させていただいて、まあ、結構オーディションは振ってもらってたんですけど、はい、全部受かんなかったですね。あ、そう。いや、なんか、受かる自信だけあったんですよ、これちょっとピンだし、うん、他のね、ちょっとぐらい出ててもいいじゃないですか、うん、そうです。ダメ？いや、いいと思うし、あの本人も自信にあふれてる感じも伝わってきてました。あ、でもそのぐらいのとかダメだなって逆に短いし、短いネタも対応できるじゃないですか、はい、でも全部浮かんなかったですね、テレビのオーディションは。そう、はい、なんまあまあ、これで良かったですけど、これなんでこのキャラどうやって見つけたんですか。もともとコンビの時があって、その頃ってキャラクターというかもうコントだったじゃないですか、はいはいはい、だからコント中のキャラはあるかもしれないけど、はい、その独立したキャラクターっていうのはあんま考えられてる感じはなかったので、ね、
やっぱちょっと自分のこの前向きなとこを、うん、はい、そういうキャラをまあ最初やったんですね。もともとが1回目の時に最初、その時はまあスーツ黒だし、はい、まあただ強気なこと言ってるだけみたいな感じなんで、はあ、でだんだんこういう風に音つけたり、この白スーツ買ったりとか、喋、うん、り方とか、声れに変わ、なんかえらいスピード出世ですね、この2年間。いやいや、そうっすか。いや、そうっすかって、まあそうっすね、まあ、自分の人生観。去年からってもう R1 準決勝行ったんですよ。準決勝行ったんですよ。その前は準々決勝ですから。それが超すごいなって。1回目で準々決勝ですか。そうだよね。いやもうでも、うん、その強調していいぐらいすごいことだと思うんですよ。悪くはないですね。めちゃくちゃすごい。ただ戦歴としてはそうで、ずっとコンビ、だって何だったらチャーミングっていうね、はい、まあ最後に組んでたコンビと前も結局コンビだったじゃないですか、はい、でコンビの経験値しかない人が、はい、ピンになってこの2年間でここまで上がれるって、はい、これ奇跡ぐらいなことな気がして。だから思いました。やっぱなんでこれでいけるって思えたんですか。最初から受けてたってことですか。いやいや、最初はもう全然受けてないんですけど、まあいろいろ変えて、まあネタは好きだったからいろいろライブとか出て、まあコンビ時代と一緒ですよね。あの受けなかったら受けるように変えるっていうのをただ単にやってたってだけですよね。チャーミングの時からと一緒で、うん、心折れないですか。なんかコンビの時の方がなんとかやってきた、やってみたいになりないですか。だから俺も思いました。だからよっぽど相方のジローちゃんにね、こう嫌がらせされてたんだ、足引っ張られてたんだなって。あれいやだから変わんないんですよ、僕自身が。もう本当にもうあの時から、もうチャーミング時からも、もうあれチャーミングの時は仲悪かったんでしたっけ。なんかもう僕はパワハラ受けてましたんで。そういうでも向こうが先輩ですもんね。先輩だってやるんです。でもネタを作ってるのは野田さん。僕ですよ、はい。で、いろいろこうやりたいとか、うん、細かくこうやってとか、うん、衣装を買いたいとかやってたんですけど、すごいもうそういうの協力してくれなかったんです。あ、そうなんですか。俺一人頑張っちゃってまあこうやろう。だからまあ言い方とかもね、やりたい。だからもうネタとか好きなんですよ、僕も。うん、それは伝わってきますよ、コンビの時から。いろいろね、こう相談したりするじゃないですか。新藤さん見ててくださいとか。そういう動きがですね。前向きだったじゃん。めちゃくちゃ前向きで、びっくりしてますね。相方は実はね、マスコットキャラっぽいけど、そういう、喋ったりしないですもんね。そうですね。だから僕はもう本当に嫌がらせを受けてたんですよ。でもやっぱり舞台上2人立つと相方の方が でかいし残るじゃないですか印象に、キャラクターも、うん、だからなんかその舞台で見るだけでなんかもう喋ったぐらいの感覚に嫌がって自分はいましたけどね。ああなるほど、ジローさん。でコンビで喧嘩とかもあったんですか、コンビの時代って。喧嘩、まあ、言い合いとかはありましたけど、俺も頑張って、ネタとかで。ネタでもこうやってくれみたいな、もうお願いして。それ向こうはなんて断るんですか、それ。いや、まあお金がないとか、いやそれちょっと無理だとか。それちょっと無理だってどういうことですか。いや練習やってるとかってことで、俺はまあ、まあ覚えてきてくれってことで、覚えてきてほしいとか。まあ書いて、うん、まあ結構考えるのも大変じゃないですか、いろいろ人と相談して。めちゃくちゃ大変ですよ。で見て、その覚えてくれてないっていうのが一番嫌じゃないですか、もう本番前に。もう覚えて、いやもう試せた気もしないから。だからそれでちょっともう言っちゃったこともありましたけど、本当の嫌がらせは向こうが最初やってたんですよ。本当の嫌がらせは、まあ表面上は俺が厳しく言ってんじゃないかって。いや、俺はそうか。でも僕はもう真面目に言ってるだけなんで、それをまあいなくなって自分に落とし込めたら、うん、やっぱああよかった、俺はもう本当によかったですよ。そうね、すごい。結果からするとそうなのかなとしか言えなくなってくるもんな、結果出してるから、ね、そうですね、前向きなところと、ジローさんの悪口と。でもチャーミングがすでに結構評価されてたから、はい、あ本当ですか。チャーミング2004か2018年なんで、14年やってるんですよね。そうですね、はい。で、その2004年で結成、はい、この組んだきっかけっていうのは。いや、なんか信子っていう6人組の集団でやってたの聞いてもらえますか。まあそういうのやって信子、信子っていうグループにいたんですか。グループで、はい、やってて6人組。6人組、まあそれはいろいろコンビとかで、はい、が、ブッチギローズとか。ブッチギローズ覚えてないですね。聞いてもらえますか。まあ二郎さんの前のコンビ、うん、ハッピーマンデー覚えてますよ。
ハッピーワンで、あんま覚えてないです。え、あの、なんかで出た、え、三茶とかで一緒だったんですよ、三茶の。あ、でも一緒だったかもしれないけど、ちょっとその名前が耳に残ってない。ハッピーマンデーって流れちゃいそうなの。で、ジローさんは、まあ、イケメンの、やつと組んでて、性でかい。で、僕が、一人だったんですか、うん、まあ、その、ラーメン屋のやつをやったり、あいつも辞めたりして。あ、で、その6人組になって、はいはい、まあ、その、コンビとかもまあ、ぐちゃぐちゃになるんですか。まあ、あれ、ラーメンのやつの人は芸人だったんですね、もともと。もともとそうです。元相方がラーメン屋の人。もっと、あ、すいません。元相方が今ラーメン屋ですね。あの、最初の渋谷公園通りの時に組んでたのがラーメン屋。あ、そいつはもうダメ人間です、今は。一番最初のやつ、すいません。一番最初の人結構悪く言うか。なんか、あ、そうか。やばいやばい、性格悪いとこ出てきちゃった。でも、早い早い。まだ満たされてないからです、うん、もうちょっとお金が余裕があったら、あの、美学にしていきますよ、ね、ま、そうか、練習しておかないと。まだ泥人間の。やばいやばいやばい。泥人間の。出ちゃう出ちゃう。営業とかもそんな来てないから、満たされてないから。はい、バレたバレた。あいつダメです。よく言わないと。いや、でも、そっちの方がわかりやすいです。あ、それは解散して、その後に組んでたのがラーメン屋の人。そうです、ラーメン屋の人で。それどこで組んでたんですか。まあそれ、その時も3人になったりしたんですけど、うん、いやでも、結構2、3年かもしれないですね。2年ぐらいやってたんですか、はい、その前だって半年ぐらいですもんね。そうそうです、うん、2年、いや、どんくらいかな。なんでコンビニやったんですか。豚骨層っていう。あ、ちょっとラーメン屋の匂いしてるじゃないですか、すでに。そうそうそう、でラーメン好きだったんでしょうね。ああ、すでに。で、まあ、それで辞めて、俺が1人でそのノブコっていうところに入ったんですかね。のぶこ、はいはいはい、で6人に、はい、で、まあ、それが解体して、はい、それでその時にいた、まあ、チャーミング二郎さん、はい、で佐久間君っていう、はい、ハッピーマンデーのやつと、僕と3人でやったんです最初。あ、そうなの、はい、それもすでに組んでるわけじゃないですか。あ、まあ、だからここでぐちゃぐちゃになって、うん、信子って時に、ハッピーマンデーも信子に入ったの。入ったんですよ。あ、入った。あ、そういうこと。で、僕も一人で入って、あ、他にもブチギョとか行って、はいはいはい。で、その中で僕と佐久間くんが組んでライブ出たりとか、はあはあ、ジローさんと中前チャンプっていう人で出たりとか、はあはあ、なってて、もうユニットみたいな感じ。まあそうですね。ね、そういうなったりしてて、うん、で、こう信子が亡くなる、はあ、もうみんな辞めるってなった時に、はあはあ、その3人組ですね、だから。うん、俺、佐久間くん、ジローちゃんで、うんうんうん、で、チャーミングですよ、その時。あ、トリオなんだ。トリオなんです。知らんかった。はい、トリオ期間があって、はい、で、二人になって、それは、はい、2004より前ってこと。前なんですね、はい、コンビが2004です。4から、はい、あ、それはいつ頃ですか。どのくらいやってるんですか、そのトリオで、チャーミングは。いや、もしかしたら1年ぐらいなんですかね、あの時。結構みんな短いです。もうチャーミングが長いですもんね。その14年とかやってる人いなかったですもんね、コンビ。結構短い、今思えば。じゃないですか。そんな長くやったことあります。僕、あ、今のコンビは長いけど、はい、それ前はでは確かに2年やらないですね。やんないじゃないですか。でも結構思い出ありますよね、やりたてだから。うん、すげえやったんじゃねえかなって。確かに1年で結構やってるから。そう、今思い返すと、うん、あれ ?1 年ぐらいなんかなみたいな。そう、いや、なんだかんだ。あ、それで、そのイケメンはどうしたんですか。急に辞めるんですか。イケメンはもう、はい、就職して今立派に社会人。今腐さなかったっすよ、僕。腐すと、腐そうと思った瞬間。今腐さなかった。今もう成長してますから、僕。今は成長してる。今もうどん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 、しのさんのおかげで。いや、もうタレントとして完成してきますんで。今は本当に社会人で。でも、もう、あの、仲いいんで。あ、今でも連絡取ったんですか。連絡、もうこれ、なピンって喜んでくれて。面白かったよとか、連絡来ました。R1 のとか。それで、チャーミングっていうのがコンビになるわけじゃないですか。はいはい。その時2004年ってことですか。2004ですね。で、そのタイミングで、ソニーの事務所ができるんですよね。そうそうそう、そう。同時ぐらいですよね。ああ、そうですね、はい。だから、初期メンバーってことですか、ソニーの事務所の。な、ちょっと遅いですけどね。はい。はい。でもできて結構間もない。まあもう、今思えばもうそうですね、残ってる中ではもう初期の、初期。どういう経緯でソニーに入る形にはなるんですか。
だからあの当時ってあれですよね、うん、事務所に入れないじゃないですか。入れない。そうなんですよ。ね、ソニー出来たての時は事務所に入れないからちょっとびっくりしたんだよ、うん、ソニーが誰でもなんか悪い軍団ソニーとは言ってもひょっとしたら違う会社なのかなってちょっと警戒しましたよね。だからこれちょっと得体知れなすぎて近くなかったですもん。だからあ僕らもだから所属っていうのが夢だったじゃないですか、ソニー。うん、そうですね。でチャーミングでだからちょっと遅れてるのが、はい、あのマセキ芸能社で、うん、あの預かりっていうのがありましたもんね、ライブ出て、はい、うん、そこまで行ったんですよ。え、マセキで、はい、チャーミングで。チャーミングで。ほうほうほう、はい、それで、だから1年間ぐらいは、うん、マセキのライブに、うん、出させていただいたっていうか。へぇー。で、それ1年ぐらいやって、うん、もうその一組ぐらいしか所属になんないんですよ。当時のマセキは。厳しいな。だからそれ、もともと厳しめだけどね。そうなんですよ。で、一応そこまで、はい、出させてもらったんですけど、所属になれないで、うん、あのどうしようってなった時にもうソニーに誰でも入れるってことで、はい、あ、すぐすぐ行ったんだ、うん、あー今だってこれだこれだ締め切る前に行こうって言ったら締め切ることはない。未だに入れます。今は今でも年齢と年齢縛りやったんですか。いや、なんか噂ではないと思いますか。なんか一時ね、年齢縛りを入れる、ね、やるとか言ってましたね。だけど今の流れで変わったんじゃないですか。うーん、なんか前は40以上ダメ、うん、そうそうそう、なんか、あ、うん、あれ、ありましたよね。なんか聞いたことありますね。今もうあれじゃないですか、40以上じゃないとダメになったんじゃないですか、ソニーは。あ、以下じゃなくて、以上、それは面白いけどね、そうなったらね。事務所のカラーが出たんで。いや、わかんないです。え、初期の頃のソニーってどんな感じだったんですか。あー、では今だったらこの、まあ、6段階ぐらい事務所ライブがあって、はいはい、なんか、なんだろう、家族感ありますよね。いやいや、あんだけ人いるのに、うん、あんなにまとまれるって、うん、他の事務所じゃありえない。ありえないですね。あれって、じゃあ結局何かって言ったら、いろいろ紆余曲折して、うん、プライドズタズタになった人が入ってきてるから、結果的に優しい、経験を踏んでるから。例えば、吉本とか渡辺だったら、1年目とかのイケイケでセンスある人が入ってくるから、ちょっとやっぱり冷たさがあるような人も結構いたのかな。うん、だからそこに入れない人だからっていうのかな、なのかなっていう。うん、いやいや、ね、まあまあそんな感じじゃないですか。だから、確かみんな仲いいですもんね、不思議と。ね、だ誰と仲いいですか、ソニーだと。いやいや、もう全員仲いいですよ。そんな、そんな、誰脱出したとかもないですね。え、全員仲いい。全員仲いいですよ。一人言うと一人申し訳ない感じになっちゃう。いやいやいや、そうじゃないですけどね、先輩とかもね。あ、まあ師匠にはだから、うん、ハリドザコ師匠さんにはもう散々お世話になってるんで。はい。なんか、ネットラジオかなんかにちょくちょく出演します、ね。あ、聞いてくれてるんですか。チャーミングでです。チャーミングで。最近出てましたっけ。最近、チャーミングで。ね、相方のチャーミングジュルさんと。あれは、どうなんですか。どういう、あんま一緒に出たくないとかあるんですか。いやいや、ないです。それはないですか。今はもう別にお互い、あ、うん、あってもライブ一緒だろうが、はい、別に普通なんですか。いやいや、もう仲は別に普通ですよ。そのいがみ合ったりはないですよ。あ、まあ、ただ一緒に組んでる時はちょっとネタのことでもめたかもしれないけど、基本はそんなに仲はない。まあ、仲いいですよ、ね、はい。あ、そう、はい。ただ、売れる足は引っ張って出す。あ、そうです。そこももうちょっと直していかないとダメですね。チャーミングっていう世界をちょっと美化して言えるようになったら俺もう一流です。だけど、それに美化してるんだけど、ああ、なるほどって言わせる。嘘臭かったらダメですけど。ダメ。ああ。難しい。いやいや、全然、全然、でもそのままでもいいと思いますよ。面白いから。あいつのせいなんですよってずっと言ってる人、なかなかテレビ見てる人いないから逆に鮮度ありますね。しばらくなっても。じゃあ別になんか、なんか、ザコ師匠さんの参加だからとかで関係なく別にチャーミングでもしも今後さ、いやいや、全然。呼ばれても全然出る感じ。出ますよ、出ます。なんか、ひょっとしたら企画とかでさ、コンビとかやってほしいとかなったらどうするんですか。やります、やります、やります。あ、全然そんな感じなんですか。呼んでくださいよ。あ、全然呼びます、呼びます。あ、カンカンさんとかからなんかそういうのも、うん、ライブですけど、はいはい、漫才やってくんないみたいな解散してからもありましたもん。 あ、それやったんですか。それはあの相方のジローさんも断りましたけど。えあれ、ね、僕仕事があるとか出たかったけどちょっと仕事だっつって。あ、そうただ向こう
まあ、向こうも忙しい。そうです。結婚もして、はい、忙しいんですよね、漫画で。ああ、そっか。売れてるんで。そのさ、ね、コンビ組んでる頃に、ジェロスさんが多分漫画描き始めるんですかね。そうです、そうです、そうです。どういう心境でした？そいやいや、良かったですよ。あれ、評判になったじゃないですか。うん、めちゃくちゃ良かったです。だからここはチャンスだと思いましたもんね。そういう。でも、あいつは、まあ、その、漫画にこう言っちゃったんですかね、わかんないですけど。その漫画描き始めてからコンビの活動しづらくなったとかあるんですか？ああ、まあそれがもしかしたらあいつがそうなってたのかもしれないですね。だから俺が思ったんですけど、はい、まあ僕ら金稼げないじゃないですか。あ、まあお笑い稼いでないじゃないですか、あの時なんか。お笑いは基本稼げないですね。稼げなかった。でやっぱなんかいろいろあの時は趣味の人で、うん、こうね、うん、バイトもしないでいいぐらい稼ぐとやっぱ、うん、なんかすごくすごいことやったみたいに気になるんですかね。まあ例えば料理がうまかったり、まあそれで稼げたらやっぱり稼げてるからなんか自分への自信になる、自信になって、なんかちょっとこのお笑いっていうのがなんか、うん、そう魅力的じゃなく見えるんですかね。軽くは見えるかもしれない、思いますよね。だって稼げてないんだ、金になんないって、いつまでこんなことやってんのみたいな考えになる人多くないですか。まあ違うことでちょっと稼げるようになっちゃったらもうなんかバカバカしいっていうか、お笑いやってることが、まあ売れないんだったら何のためネタ作るのかわからないってキャプテン渡辺さん言ってますよね。ビジネスですね、やっぱ、ね、ビジネスも。ストイック、だからある意味本当にストイックです。ちゃんと結果を見据えてやるっていう、うん、それがもしかしたらジローさんとか、まあ、他の芸人の方もそうですよね。なんかでちょっとやったらなんか、うん、そっちに自信つくっていうか、まあまたちょっと違うんですが、キートンさんはもうすごく受けたら、それはもうある意味それだけでも嬉しい、続ける意味があるっていうのは言ってますけど、だから俺は芸人は俺はそっち寄りなのかなと思ったけど、完全に徹底してしまいますよね。稼げなきゃ意味ないから。ああ、そう。じゃあ僕もそうですね、爆笑取りたいとかいいネタ作りたいとかに気持ちがこういってたんで、だからそこが合わなかったのかもしれないですね。その別に漫画が調子良くなってコンビ感が雲行きより怪しくなるとか、はい、そういうわけでもない。もともとなんか変わらず普通に漫画も始めて、まあ普通に解散っていう感じだったんですかね、はい、どっちなんですか、ね、まあ賞レース的にはどんどん良くなっていったじゃないですか。良くなってますよ、はい、キングオブコントとか準決勝に行ってますからね、はい、なんだと準決勝に上がりましたよね、同じ日ね。はいはい、はい、キングオブコントもコントも順調で、はい、来ますよ、来ましたよ、その当時は、はい、チャーミング面白い、チャーミングすごい聞いてる。だからその時はもうそこでもう、ね、うん、決勝行きたいっていうのがありましたんで、うん、確かにその感じはありましたよね、うん、だからまあ結構最後の方まで調子は悪くないんですね、うん、チャーミングとして。そうなんですよ、なんだったら俺解散の早かったのかなってすら思っちゃって、いやだからもうそうですね、ちょっと僕は我慢できなかったっていうか、うん、我慢できなかったいやもうこの環境に、うん、もう あだからその時思ったんですよ、こうやってって漫才もちょっと、うん、ね、新藤さんも見てくれた、はい、漫才、俺漫才大好き、はい、で、うん、でまあもう一年やってみようかなみたいな。漫才 M1 って2回しか出てないですか、チャーミングって。2015と18の2回、まあ、その2015が2回戦なんですけど、はい、18で準々まで行って、はい、2019ぐらいで解散ですよね、確か。そうですね、この準々がめちゃくちゃ面白かったんですよね。ちょっと手応えもあったんですよ、結構。で、あの漫才は非常に2人にも合ってるし、言葉がちゃんと乗っかってる、体重が乗っかってるというか、で芸歴もちゃんと振りになってるというか。で、それ終わって、うん、まあ、次の年もう1回、まあ、あと何回か出てたんで、はい、まあ、これをもっと一本につなげれればいいな、漫才の。あれはぶつ切りになってたじゃないですか。はあはあ、なんか一個のことでこうなって、こうなって、こうなったらとかって、家でこうこうと、あっ、そしたら、あ、よし、これいったらもしかしたら、ね、なんでも、いけんじゃないかみたいな。いや、分かったと思いますよ。家で考えてて、うん、もう今の状況嫌だから、早く売れてと思ったんですけど、うん、その時気づいたんですよ。あれ？もし売れたら、はい、この状況をずっとやらなきゃいけないんだと思って。あ、出ました、あいつと一緒に売れたくないタイプの人間。でもこれもでもね、これいるんです、こういうパターンあるんですね。あるんですよ。いや、あいつとは売れたくないっていうのは、うん、まあ、あるあるっす、どっちかっす。あ、じゃあそれっす、うん、でもこれ難しいよね。でもこれはみんな持つところだと思うし、うん、
そのまま売れてる人もいると思うんですね、確かに。でも、結局さ、ストレスってある程度の評価と賃金で我慢できるじゃないですか。それまでの過程がやっぱ我慢できないで解散した人が多いのかなっていう。でも、売れてったりとか受けてったら向こうももうちょっと、はい、なんだろう、頑張ろうみたいな。だから不思議となんなかったんですよ。あ、それは伝わってこなかったんです、あんまり。なんなかったですね。心理的にはなってたのかもしれない。あ、僕はスーツとかも買いたかったんですよ、うん、そのおじさんだったらおじさんのちゃんとしたスーツ、はいはい、僕もなんかそういうのとかもう全然協力してくれないんですよ。金がない金がないとか、うん、まあ、俺が、うん、なんかね社長とかにお願いして、うん、これ出張っていいの、いや金もらえるようなね仕事もあったんで、うん、スーツ買えるぐらいお金もらって、はい、その時も買ってくれって言ったんですよ。はいはいはい、お金あるから。お金もあったじゃん。うん、いやそれでも、いや金がないんだよ、もうこれなんかのあれでとか言って買ってくんないんですよ。え、まあなんだろうね、それいまいち伝わってないのかね、まあ、本当にこれ大事なんだよって言ってるんだけど、うん、向こうとしては、うん、なんか、まあ、コントの一個の小道具じゃないけど、とりあえずネタ今度これ使おうぜっていう感じの軽い感じで伝わってるってことなんだね。うん、まあ、スーツ別に汚いって言われたことないしみたいなこと言ってんすけど、その衣装のスーツと普段のスーツって違いますよね、やっぱ。違いますね。サラリーマンっぽいおじさんのもなんか色がちょっと違うじゃないですか、そのね、サラリーマンが本当に着てらっしゃるやつ。ただ本当に金もなかったんだろうなと思う。あ、ちょっとでも多くもあった、これはあれに使いたいっていうのがあったっていうのもあるでしょうけどね。なんで俺が出してやればよかったんですけど、まあ、そこまで。で、向こうも多分口下手なのかもしれない。俺、本当にこれに使わせてって言えなかったっていうのもあったんじゃないですかね。で、最後の方は周りの人から、俺がもう出すしかないよっつって、うん、2人分。へぇ。まあ、そこまで考えてましたね。へぇ。だそういうような嫌なことがずっと起こってて。2018年にやってた漫才って、はい、あれできたのも1年ぐらいですっけ ?1、2年でしたっけ。だから、あれも、だから、やりながらどんどんできてったような感じ。あれもなんか、面白いって思ったのが多分 1,2 年ぐらいのイメージなんですけど、そんな長くないですね、あれ。あれはもうそうですね、 M1 の始まるから出ようっつって、うん、やりながらもうできてって進むにつれて、はいはいはい、やべやべ1分伸ばさなきゃみたいな感じで。そうですよね。でも悪くなかったですよね。めちゃくちゃ面白かったです、はい、それこそ2019とか決勝行ってたのかもしれないし。ああ、そうっすか。いや、そのぐらいレベルだったと思いましたよ。いや、よかったですね。今があるんでよかったですわ。なんかすいません、すいません、まだ人悪いってこと言った、ね、相方に対してのディスリーに。いや、ちょっと待って。やばいやばいやばい。すいません。いや、確かに他人が来るってでもそっちの方が素直だと思うんですよ。この発言って、はい、いや、みんなそうだと思う。これはおかしくないんですよ、はい、普通なんです。ああ、絶対こうであると思うし、いや、相方が好きでってのも、うん、僕はむしろ違和感があったり、そんなわけないじゃないですか、はい、それはやってないだけだったりとかするんで、はい、そこはまあ正直だなと思いますけどね。すみません、相方も悪口になるとちょっと長々喋っちゃうんで、うん、いや、まあ、もはい、そういう聞きたいです、ね、聞きたい。直接言い合いにあそこまでにはならない方ですか、結構。いや、相方と当時ですよね。当時、まあちょっと言い合いまではなんないけど、もう本気でお互い我慢しちゃう、我慢しちゃう。あ、これ以上言ってもみたいになっちゃったってこと。一応言ったりしましたけどね、頼むからもうやってくれみたいな。練習とかはしてくれるんですか。練習はだから当日だけですよね。ああ、うん、もう会ってやるっていうのはなかったですね。そのそれはやってくれないってことですか。やってこなかったですね。まあまあまあ、でもまあきちんと来て準決勝が行ってるから、そうそうそう、だからその、まあ、お互い器用には、器用な分は器用なんでね。コストパフォーマンスはいいですね。めちゃくちゃいい。その日だけで、ね、俺一応が全部考えてくるわけですから。え、道具とかどうするんですか。え、小道具、コントの小道具。僕は全部買いましたよ、小道具。あ、そうなんだ。だからこれをやってみたいな。それで買ってきて、またそれもストレス、まあ、なるじゃないですか、うん、まあ、でも自分に言い聞かせて、もうそんなことで揉めててもしょうがないから時間がかかると、まあ、でも買えばいいっつってもやってるけど、なんか例えばこう台本を渡した時に何色示すとかとかあるんですかね。ああ、もうそうっすね、うん、ああ、もう載せるとかないですよ。はい。笑うとかないですよ、見て。
淡々と、はい、なんとかなんとかな、まあ、そんなもん、機械的に覚える、いや、そんなもんすそんなもん、みんなそんなもんす、でもそれは機械的にね、なぜですか、うん、でも、一回だけなんか昔別のコンビでやたらと台本渡したら笑ってくれる人もいましたけど、うん、それはそれでなんか不安でしたよこれでいいのかなっていや、やっぱちょっと厳しめの方がいいんじゃないですか、やっぱリアルになんか、ちゃんと言えないくで、まあ、受けたか受けたいか分かんない時とかあるじゃん、俺はそれ嫌じゃん、せっかくライブ出てんの、そう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 、うん、そしてそいつが、いやいや、本当に面白いくだりだったらちょっとミスしても絶対受けるはずって言って、俺、だからそれがやっぱ4分の中で 2,3 個はそういうのあると思うんですね、でもつなぎでやっぱ技術で撮ったり、間で撮ったりしてって、ここのくだりまで行ったら、ここは本当におもろいとか、そうですね、確かに面白いくだりはちょっと失敗しても受ける時もありますよね、ものによりますね、あ、もの、そうそうそう、ものによる、でもいや、これはすごく面白いんだけど、このテンポでここで噛んだらもう絶対受けない、絶対ある、はい、うん、だそういうこと言われた時はハート、それはそれ言ってもいやいや、おいおいみたいな、それは本当人ごとすぎると思う、うん、考えとして、うまさでもね、取るってあるじゃないですか、相方うまいなとか、ミックスさせていきたいんですよ、むしろそうそうそう、これ台本弱かったのに相方がやったら次面白くなる、うん、やっぱそうであっても、そうそうそう、コンビはね、お互い悪く悪口になりますか、あれ乗ってきて乗ってきて、あれ話取っちゃって、もう進藤さん、それも分かりますよって話進藤さんの愚痴になるじゃないですか、それ、いやいや、僕は台本よりうまくやってくれる時もあれば、がでもどっちもあるんですよ、まあ、そういう、まあ、おだ、まあ、あるあるですよ、これ言い出したら、まあ、いやコンビあるあるです、いや、ね、でもそのやっぱりコンビの方が笑い、ボケの種類が多いじゃないですか、どうしても一人だと限界が、限界で笑いの種類が少ないのかなって、これは思って、うん、だからその分ちょっと、まあ、他人が一緒になってるから多少、うん、意思疎通ができなかったりとか、理解できないものがあるならしょうがないのかなっていうのは思うようにしたりとかしますけどね、まだ感じないですね、ピンになって、まあ2年ですか、ね、2年あれみたいな、いやいや、それはもう全然もうず、そういう性格なんで、もうすごい順調っすもんね、それね、辞めたいとか思ったこと全然ない、いや、一回もないです、だから本当に、じゃあ結構順調なんです、なんだかんだ言ってね、上こそまあそこまでなかった、でやっと最近っていうのあるけど、はい、まあまあキングオブコント準決勝行ったりもあったし、うん、まあ組み立ての時も、まあ、なんかちょっと調子よかった、うん、割とずっと受けてきてる感じ、ね、いやいや受けはないですよ、まあ、まあでも賞レースとかはなんか受けたりするじゃないですか、それが良かったですよ、なんか賞レースっていうのができて、いやそれはモチベーションにつながりますね、つながりますね、普段なんかねあんま受けなくても逆転するじゃないですか、普段受けてるやつが賞レースになると、うん、あれ面白いですね、あれやっぱ俺の勝ってたみたいな、あ、気持ちいいですよね、そうそう売れないかもって思うこととかはありますか、やっぱ続ける以上みんな売れると思って続けると思うんですよ、うん、いや売れ、でも売れるって本当にもう毎回思ってるんで、あ、だから俺に22年間ずっと売れると思ってるから、今年は、はい、売れるって、だからまあ友達と同級生とかに会うと、うん、いや今年は売れそうだぞみたいな、うんうんうん、言うんですよ、本当に思っちゃってんで、はいはいはい、まあ去年もそれ言ってたなみたいな、会うたびに言ってるなみたいな、はいはい、もう自然とそう思っちゃうんですよ、こう思い込んで、このネタは今年はいけるっていう、コントでも、はいはい、まあ、まあ漫才でも、はいはい、まあピンでも思ってましたんで、はいはい、これはもう決勝いけんじゃねえかとか、なんか売れる人ってそうなのかも、なんかたまにまあまあ分かんないけど、はい、いろんな芸人さん喋ってると、はい、いやもうやってんだどうせ売れないよっていつもたまにいるじゃないですか、そういう人を見てどう思いますそれはカッコつけて言ってるのかもしれないですね、でもそれはあるんですよ、でも言うこういうふうに言うとダサいじゃないですか、売れる売れるっつって売れてもないの、でもそれどっち言ってもそんな変わんないのかなって気もそうですね、あるから正直でいいのかなとは、正直はどうなんですかね、うん、僕も言いますもん、今年は売れるかもみたいな一緒じゃないですかもうそ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 う、いや、それはなんだろう、あの原価付きとかじゃなくて本当に思ってるからそうそうそう、あれこれいけんじゃねえかなとかは思ったりとかします、ね、いやいや一緒です、で本当に思っちゃうんですよね、でやっぱそう思わないと、うん、多分本当売れないと思うし、うんうん、顔に出てるじゃないですか、うん、卑屈だとあまり、ね、どうせ無理だからみたいな人はやっぱ
でもやっぱ鈴木玲香ちょっと望みは持ってるんだけど、まあでもちょっと難しいかなとか、あと結構仲いい芸人がちゃんと折れてる人も見たことあったんで、もうやってても無理だなっていうのを一緒に賛同してほしいから、いつまでやってるのってちょっと怒られたこと、いや別にちょっと待って、俺が続けばよくないっていう、俺だから続けてることを全くコンビでもなかったピン芸人の人に否定されて悲しくなったことありますよね。それないですよね。ビーチ部ではいないかもしれないですね。あ、そう、不思議と。じゃあ結構ビーチ部、まあ、周りから見ると悪く見ると売れてない長い芸人がどんどん集まってきてるように見えるけど、うん、実情は絶対に売れると思ってる素敵なキラキラしてる人が集まってる。多いですね。あー、賞レースの真剣さが半端じゃないですもんね。うーん、ソニーの人たち。そうっすね。もうみんなでネタ見て、ああやってやるっていう。みんなだから、あんまいないかもしれないですね。そうっすね。あんないないっすよね。芸歴20年ぐらいしても、ちょっとダメ出し回っていいとか。あれ、あ、これって意外と言えないんですよ、意外と。おぉ。だけど、みんな、なんか、お互いに見せ合ってるから、はい、当たり前のように当たり前に言っちゃいますもんね。で、外部からするとびっくりする。その芸歴の人に俺なんて言ったらいいのとか、ちょっとびっくりするときありますもんね。そうそう、あ、後輩とか関係ないですもんね。うん、だ先輩のも言っちゃいますもんね。そのロミフットさんとかのやってたら、うん、あそこはやった方がいいんじゃないですかって俺から。おい普通だったり必要。でもみんなそうなんですもんね。みんな自然なんで、もうなんかお互いのもう意見は言うみたいな。ライブ一緒だったらもっと巨大化しそうですね、事務所ソニーとかね、ひょっとしたら。全体がすごい空気いいじゃないですか。うん、確かにそうです ね。面白いですよね、本当に。コントとか漫才とかもみんな、うん、みんな面白いですね。なんであんなピンが育っていくっていうのは、なんですかね。あ、ピンもいいですか。やっぱソニーといえばピンの成長自体のまみせですごく結果を出す人のイメージなんですよね。師匠とか、師匠とか、明さんもそうだし、あ、松倉さん、松倉さんもそうだし、あ、多いですね。だって大口さんが一人って、松本さんが一人いたりとか、だからあれとかももうみんなでね、うん、ああだこうだよ。ディーンさんのネタとかももう1回戦、うん、R1 1回戦違うネタやってるんですよ。で、人笑いもなくて受かって、奇跡で。で、そういうダメ出しするようなライブがあるんですけど、そこでそれはちょっとあれだっつって、うん、まあ、リンさんももう器用ですからね、人の意見聞くのって難しいじゃないですか。うん、難しい。で、あの人も頭いいんで、あ、こうだこうだっつって、アーロンが進むたびにあれ完成されてって、で、まあ、あれよあれよと決勝で3位。はぁ、すごい。いや、でもまあ腕がうまいっすもんね。堂々としてるし、そうですね、声もいいし、声もいいし、やっぱ聞いちゃいますもんね。1回戦はただ単にここになんかピアノ線つけてカツラが取れるだけ隠しもせず、人笑いもなかったですけど、キングオブコントで結果出してるから1回戦は通ったみたいな。ああ、そっかそっか。でもそのあれがなかったらもうあれ生まれてないわけじゃないですか。うん、そこで1回戦の運もありますよね。だから2回戦行けたからちょっと期間もあったし、うん、みんなに相談して、あ、で、カツラゲーみたいなのまで。今だって、でもライブ運営はできてないですよね、多分。あー、やってないですね、はい。そうだね。だからみんな大変そうだもんね。まあそうですね、今年は。うーん、でもコンビの時もちょくちょくテレビは出てるんですね、なんだかんだで。そうですか、うん、まあちょっとネタ番組は出ましたね。ね、ガキの使い、はいはいはい、アラビギナー、爆笑ネアボトル、クリームナッツ、バナナハン、レリゲー、ポンとか、すごいじゃないですね。やっぱコンビ組んでる時も売れると思ってやってるんですよ、ね。やってましただから、はあ、その時とかもね、うん、テレビ引っかかるようなね、僕は書いてたわけですから。そうですね、出てますからね。もうちょっとね、感謝してくれてもいいですよね。そうですね。クソつまんない。ね、クソつまんなかったわけじゃないじゃないですか。いや、面白い。面白いって、ね、でもうちょっと協力的に。まあまあ、協力さが足りなかった。協力さがあってもよかったかもしれないですね。もっとね、やりやすく。やりやすく、そうそう、僕を乗せてくれるぐらい。そうなんだよね。あの、これ難しいのが、本当に必要だから組んでんだけど、うん、近すぎて、感謝が伝えられないことって結構多くないですか。うん、それこそ、親に感謝言えないとか、あ、兄弟に感謝言えないとか。うんうん、だって、でもありがたい存在じゃないですか、うん、まあ、コンビもそうだけど、うん、これって
難しいっすよね。あれまたバカヤさんの話、バカヤさんのちょっと自分のあの相方の話なんか今しそうな感じでしたけど、してないです、感謝が足りないのかな、いや、まあ、感謝の話は足りないです、うん、いや僕からだよね、僕から一緒の、なんかまあ確かに言いづらいってことですね、僕も、そうですね、だって組んでる時点でも感謝してますから、うん、もちろん僕の場合はね、 あとチャーミングって難しかったのが、メインがあの人じゃないですか、そうです、だからこれがやっぱちょっとあれでしたね、なんか僕がバイキングさんみたいに、うん、僕が書いて、うん、僕がメインだったら多分、ああはいはい、はい、なんかそういうコンビも多いじゃないですか、はいはい、もうとにかくこれだけ言ってみたいな感じ、うん、それはシフトチェンジしようとは思わなかったですか、もう自分が主役でちょっとコンビのネタやっていこうみたいな、うんうん、ああいやいやいや、なかったですね、やっぱキャラが すごかったね、キャラ強かったもんね、もう才能だもんね、キャラクターが立ってるっていうね、コンビでこうやってんじゃないですか、うん、でお客さん見ると、うん、こっちしか見てないんですよ、パッて見えて、いや確かに、あ、ないですかそれ、見ちゃう見ちゃう、あれ、おい、俺のこと誰も見てねえじゃん、わかるんですよね、目線で、あ、もうこうしか見てないって、こう何すんのみたいな、そうですね、二郎さんも見てる、見てんですよね、はい、だからまあそれもちょっとそういうもんなんだね、しょうがない、すごいさらからってもね、お互い立った時に、うん、こう見ますよね、やっぱ見る見る、はい、見ちゃうかもしれない、だからそこで、うん、まあ僕も注文も多くなったかもしれないですね、うん、メインですし、うん、量も多いですしね、そんな二郎さんが割と最近の活躍を応援してる感のようなツイートが多くないですか、やっぱビジネスマンですね、ビジネスに長けてるんだよ、嗅覚はね、ビジネス金になる、だから俺の漫画で早く描いてほしいですね、うん、まあそうです、うん、でも描くでしょうね、きっとでもそこはちょっと皮肉みたいな描き方、うん、まあ、はい、その野田ちゃんがこう出ているのをこう写真がなんかリツイートでコメント書くときに、うん、心臓が痛いって書くんですよね、何々心臓が、うん、なんかそういうのが5、6個あるんですよ、それはどういう意味なんですかね、売れてほしくないってことなんですかね、まあそういう嬉しいと書いてはないわけです、心臓が痛いっていうのは心配でしょうがないっていうことなのか、それとも何なんですかね、まあ嫌だってことですかね、嫌だのか、なんかそこは謎なんです、何かがそれは漫画に繋がってくるんですかね、漫画に繋がってくるのビジネスマンなんで何かがあるってことで、なんか気になる言葉ですね、心臓が痛いとか、心臓が痛い、はい、うん、売れれば売れるほど彼の自分は短くなっていってるみたいな書き方ですね、それだとね、ちょっと楽しみだから、それで俺の漫画書いてなんか、うん、それをまた文句言いたいですね、こいつはビジネスで書いてるとか、ああだから先早く書いてほしい、あんま見ないですか、ツイッターとか、あのジローちゃん、俺も見ますよ、そんなの結構リツイートしてるじゃないですか、うーん、心臓が痛いみたいな、はい、逆にこのジローさんの、はい、を自分のツイートに書くことはあんまないですよね、ああ、え、あ、そうですか、あ、ありました、まあ、あ、結構前はありましたね、なんかバトンタッチリレーの時とか、あ、全部二郎さんに、コロナ初期の時ですかあれは二郎さんに、まあまあ、あ、でも書くのないですよ、まあ、漫画描いてくれたらちょっとリツイートとか、え、漫画全然書いてくれてないですか、野田ちゃんが、いや、なんか4コマではあるみたいですけど、それはちょっと分かんないですけど、へー、なんか師匠のね、優勝した時に感動のヒストリーみたいなのあったじゃないですか、ハリトザコ師匠が、うん、そう、ちゃんと覚えてないけど、うん、まあまああるんですよ、はい、だから優勝した時に合わせてアップするみたいな、あ、応援会も全然来てないのに師匠おめでとうございますみたいな感じで漫画描きましたみたいな、私の場合どのタイミングかが見据えてるところなんで、ああ、なるほど、でも今もすごいんだけど、もっとすごくなったらそっちの方がいいのかなとかもあるかもしれないですし、ないでしょ、で絶対読みたいしね、元相方がどんどん売れてった、うん、その相方描いてる漫画なんて美化して描いてほしいですね、美化してどう心の内も描いてほしい、どういう気持ちで心臓が痛いっていう理由は書かずにずっとそれを描くのかどうか、あ、あの漫画の中であいつすごいいい人ですもんね純粋なピュアの俺に嫌がらせした人とか思えないじゃないですか、嫌がらせ、まあでもそんな具体的にでもうわそれはひどいっていうのはないですよ、別にその年中ちょっと付き合ってくれなかったらいいでしょっていうなんかこの聞き手としてはまあそういうことも分からなくもないっていうことではあると思うの、1個どこのコンビもちょっと激減してるかなって、ね、
こいつならではの嫌がらせみたいなのは、いや、だから俺も出せないですけど、はい、まあ、あいつがよくその遅刻したり、うん、まあ、DVD とかソニーの DVD はあいつが遅刻して俺ら出れなかったとか。あ、そうなんですか。だからそれ一番最初に出てないんですよ。ああ、ほうほうほう。で、あいつがありましたね、ソニーの DVD もう今はないですよね。あれもないですけど、うん、とか、あいつがまあちょっと事件を起こして、事件なんかわかんないですけど、酔っ払ってなんかやったのマネージャーにバレて、うん、俺らなんか手伝い、半年間手伝いとか、うん、それなかなかの事件ですね。酔っ払って大騒ぎしちゃって、あ、怒られたみたいな年末年始に、うん、全部あいつなんですよね。おお、その時は謝ってきた人ですか。いやいや、してもないですよ。それなのに俺も連帯責任で手伝いやって。あと、荒引き団の打ち合わせとか、うん、あいつ来なかったんですよ。え、寝坊とかですか。いや、日にちを間違えてたらしいんですけど、で、はい、こうやって待ってて、うん、そのディレクターさんもいらっしゃるね、うん、あれ来ない、ちょっと電話します、うん、あ、まだ家にいるっつって、うん、そしたらもう、あ、まあ、じゃあもういいですよみたいな、うん、あ、いいって言って、まあ、そうなって来たんですけど、普通来ますよね。うん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 。その1時間ぐらい俺らのネタ打ち合わせでディレクターさんが細かく書いて、はい、本人は変え、どうですかみたいなやってくれるやつも、はい、来やしねって終わってからも、あれと、そういうね、ちょっとふてくてしいところありますけど、まあ次の日かなんか次のライブとかで会うわけですよね、うん、それで何も別に言わずに、うん、大丈夫だった、大丈夫だったよなみたいな大丈夫だったよな、それなんて言い返すの。いや、もう、うん、みたいな、あるんで言っちゃう、うん、うん、あー、そのお互いちょっと、そうか、我慢なんですね、我慢、そういうだらしないとこはありましたね、だから意外に、あ、僕の方より。なるほど、なるほどねそのくらいですよ、やばいな。だから、じゃあ本当の胸の内はあまり聞けてないまま解散してる感じなんですかね。ああ、かもしれない。漫画が楽しみですね、でも漫画を描いてほしいですね。あんなやつに描いてほしくないとかではないですね、描いてほしいですね。描いてほしいです、それをいじれるんでね、純情なね、気持ちだったんでしょうね、あの人相方はピンネタとか今やってるんですか。一応やってますね、だから。あ、そう、ライブ一緒にもなることもあるんですか。ネタ、いや、今はソニーで、あの芸人だけでライブやってるんですよ、うん、事務所ライブ、はあはあ、そこを出てるぐらいじゃないですか、はあはあはあ、他のライブは出たりしないですよ。100万円のはやってない、やってないですよ、で、いや、一応それやんないとただの漫画家になっちゃうんで、うん、芸人漫画家じゃないともうダメなんでダメなんでもうせっかくそこら辺は分かってるんで、それは計算して出てるんですよ、あ、なるほど、はい、自分の魅力は芸人になりながら漫画描いてることだから、一応芸人やっとくか、うん、そう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 、その結構熱薄いですね、薄いですよ、その場で考えたような昔のチャーミングの一人やってる時とかもね、ありますよ、野田も考えたネタを、そうですよ、もう全然いい、勝手に一人やって、勝手に一人やって一人で滑る、これ複雑ですね。え、俺も、ま、もう今の前のグループの時の相方が、俺が書いたネタを別の人とユニットで組んでやってるって噂入った時の、どういう気持ちでいたらいいか分かんなくて、別に怒ることでもないのかなって思うじゃないですか。気持ちもあるじゃないですか、受けてたら、あ、いいネタで、やった以上受けるからやってるわけじゃないですか、あんなに僕は捨てられた方なんで、はい、僕を捨ててまで僕を必要とないと言ってるのに俺のネタやるんだって思っちゃいますよね、それは。あの強気はどこ行ったのかっていう、なんか嫌な考え方しちゃいますけどね、そこはね。なんかね、まあ一応それで次郎さん、ね、ネタはやってますね。でもいいですね、だからその芸人としてはもう明らかに次郎さんより大幅に勝ってるからね、今。勝ってるっすかね。まあまあ、普通に考えてそりゃそうなんでしょうけど、うん、こっちは熱量あるし、うん、ずっとちゃんと笑いのことをちゃんと中心に考えてきたっていうのは、本当結果につながってるという。うん、でも、ね、ジローの漫画で巻き返してきたいとかもあるかもしれないからね。
漫画でまた来るんですね。漫画の熱量多分高いでしょ。高いですね。金になってますんでね。ああ金になってます。子供もいます。嫌な顔する。金になってるか、とりあえずやってるみたいな顔で言いますね。そうです、そうです。ビジネスはもうやっと、だからまだ俺のこと書いてくれないのはちょっと金にならないのかもしれないですね。まだそこに愛はない。金にさえ愛があれば愛はないんで。なるほど。今は僕書いてほしいですけどね。今はやっぱ書いてくれないですよ。だもうまだ狙って、もう一個俺がステップアップしないと。野田ちゃんが例えばライブ出たら、もうすぐそこのライブ完売するみたいになっちゃえば、書き始めるって。やっと書いてくれる。あ、あ、じゃああいつが書いてくれたら俺が売れた日ですね。うん、あ、そっか。本当の売れたは、やつが漫画で書いてくれた時、俺がもう売れたぞ。さんま御殿で出てたりとか、ゴチになりますって出てるのは、売れてないですよ。まだ売れてない。売れてないのか。なるほど。そうですね。そっか。師匠は売れたから書いてる。R1 で優勝ですから、書いていただいて。小峠さんとかよく出てくる。売れてるからってことね。あれは、尊敬してるんじゃない？売れてるから。どんどん。二郎さんの悪口ばっかだね、もうこれ。後半もう、ただただ。ヒストリーじゃないじゃないですか。ヒストリーでもあります。こうそういうのを思ってずっと活動してたんだな。そして売れた今でもその気持ちは変わってないんだなっていうのは非常にひしひしと伝わってきてます。新藤さんまでね、もう二郎さん悪口言ってますけど、これら顔がさ、言葉よりも語ってるからさ、もうそれはもうそっちに行きますよ。だいぶ時間取っちゃいました。いやいや、でもいや、いい。相方の方喋ってる方が生き生きしてる気もするし。あ、本当ですか。あ、じゃあちょっとだからやっぱ熱がこう、ネタぐらいの熱量が、うん、ある気がしますしね。あ、なんか、そういう企画あったらお願いします。でもそこまで言っても大人だから、まあ、レベルだったら全然、全然やるっていうのは素晴らしいですよね。全然やりますよ、僕は。何でも。それは向こうも同じ感じってことですよね。やるんですよね、一応ね。で、まあ、面倒くさがるからっていうからね。そうですね。金になんなきゃ。金、まあ大事だけどね。あ、そう、結婚とかどうなんですか？考えたりしてないですか？いやいや、もう全くないですね。へぇ、あります？今と分かんないですか？まだちょっとしたくないですね。もうしたら、やばいじゃないですか。その怖いですね。そう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 、それはあります。これからモテるかもしれないですからね。ねぇ、もうないでしょ。でもやっぱテレビ出てたら、やっぱりあるんじゃないですか。まさのりさんとかモテるんですかね、今。いや、もう高橋とか渡辺さんはモテる。モテるんですかね。いや、渡辺さんはちょっともともとモテかけてたところあるから。モテかけてた。女芸人さんが評判いいんですよ、かっこいい。あ、そうなんですか。あの、それこそ東村明子事務所っていうのがあって、お笑いの事務所があって、そこに錦鯉さんが出てた時に、東村明子さんって漫画が分かりますか？分かります。あの人がめちゃくちゃかっこよかったっていうのを YouTube ラジオで言ってたんですよ。いや、わかんないかな、あの色気みたいので語ってて、俺、その日に、私その日に抱かれてもよかったっつって、えぇーと思って。そんなことを散々いろんな人を見てきた東村明子さんに言わせるってことは、多分相当モテてると思いますよ、渡辺さん。はぁ、じゃあ女性は感じるんですね、あの色気に。いや、まあ、あいつ男にも人気ありますもんね。あ、そうそうそう、あいつ、なんか気に入らなそうですね。ああ、そうそう、ソニーの中でもそうです。先輩にも好かれてるじゃないですか。はいはい、信頼されてる。そうそうそう。後輩も慕ってくるっていう。で、芸人からも好かれて、好かれて。ああ。で、女性、芸人も好かれて、他のちょっと著名な女性もかっこいいって言われてる。あ、そうそう、そうそう。あ、そうですね。ね、他事務所の、ね、後輩とかも結構好きって言ってますもんね、高橋さん。いやー、あいつはやりやがったな。とんでもないやつですね。なんかビートたけしさんみたいになるかもしれないですね。あ、まあ、まあ、みたいな雰囲気ありますよ。いやいやいや、なまじないことになりましたですよ、本当に。あ、じゃあ多くを語らなければ仲良くしときましょう。そういうとこは俺にないじゃん、ちょっと軽薄な部分が多いんで。ああ、まあでもそれはもう生き様なんで、うん、それを逆にかっこよく見えればいいだけの話じゃないですか。俺が真似してもしょうがないですもんね。真似してもしょうがない。高橋みたいに声で飲むとくして。もうネタもできない。それは今までここまでいいと思うんですよ。まあまあ、そうですね。まさのりさんも持ってるんじゃないですかね。
さん、おそらく、うん、やっぱステータスっていうのにやっぱ女性は惹かれるんで、いや、なんかソニーね、うん、こうあれおじさん多いし、はい、まあ、あんま女性の話しないんですよ、本当に。いや、まずソニーが女性の匂いですね。ソニーの事務所が全くしない、まあ、そんなこと言ってるやつがいないんで、あ、まあ、モテてるけど、人通り過ぎてる人たちが所属してるのもあるからね。師匠とか言ってもそんなことまず言わないじゃないですか、モテるとかモテるようになるとかっていうの聞いたことないんで、ちょっと想像がつかないですね、うん、でもモテてても言わなそうだな、渡辺さんとか。あ、引き出して、でも小峠さんってどんな気あるんじゃないですか。結構、いやいや、今は知らないですけど、前とかも全くないですよ、本当に。だからこそ今結婚しないでモテ続けたいっていう意欲なのかなって、すごく。だからキングオブの西野さんも結婚したらそれなんですね、モテ続けたいからっていう、うん、いや、そう、もう俺ら無理でしょ、もうそれ。いや、だって今、行けるか、全然行けますよ、今からモテるんですか。いや、モテますよ、今から急に。うん、サンマ御殿でゴチになって面白そうで、モテるでしょ。モテるんですか。うん、一人でバーでも飲みちゃう、あ、テレビで見ましたね。いや、言われて、そのままホテル行きますよ。いやいや、怖いよ。いや、そんなのあると思いますよ。え、あるよ、絶対ある。で、出てましたね、ちょっとかっこいい感じするし、出てましたよね、みたいな、うん、はい、みたいな、連絶先ちょっと交換するみたいな感じになって、絶世の美女とか言ってきますよ。恐ろしいじゃないですか。いやいや、あの、罠としか思えない。いやいや、それが罠じゃなくて、罠じゃないですよ、ただの、ただの純粋な恋で寄ってくると思いますよ。え、本当ですか。うん、女性ってテレビってそういうぐらいじゃあったんですか。それはあったんですか。ないです。ないじゃん、それ。俺はないけど。あんだけ出てんのにないって。面白そう。いやいや、俺サンマ御殿出てないから。いやいや、M1 もザマンも出たじゃないですか。違うんですよ。バカよあなたはって、あの、相方のことだと思われてるんですよ。俺知られてないんですよ。ああ、なるほど。チャーミングで言うと、ジローさん。昨日もね、一応顔ちょっと刺されたんですよ。うん、キートンさんとちょっと飲み行ったから。うん、あ、誰でしたっけって言われて。いや、ちょっと待ってください。まず声かけんだったら、誰か分かってから声かけないですかって僕言って、ああ、ちょっとでも見たことあるけど、でも芸人さんですよね。まあ芸人ですけど、ちょっと名前教えてください。いや、じゃあ誰だと思いますかって言って、全然出てこないから、俺教えませんね。女性ですか。男性。男性かい。女連れの男性が、うん、暇を持て余して、ちょっと絡みに来て。怖いね。それ怖いです。もう俺教えませんでした。まあ、そういうサービス選手のなさは、じゃあ相方さんはモテたの。いや、モテてると思いますよ。ただ恋愛がそんな得意じゃないから、そこですぐになんか連絡先交換したりとかしてるか知らないけど、いや、めちゃくちゃやっぱりかっこいいって言われますもん。もうかっこいいですもんね、その絵になるっていうか。そうそうそう。あ、じゃあモテるんですね。そう、出れば。だからコンビで出た時にたまにファンが来る時は僕じゃないとことが多く、相方さんの、うん、一出待ちたまにしてるときあったけど、はい、僕に声かけたられたことがなくて、逆に僕から声かけたことがありました。なんだよそれ。え、うちらの番組なんだよって。忙しいなんですよ。いや、でも一回も喋ったことないよ、ね、俺じゃないよ、問い詰めたことない。それはモテない、それモテない。でも野田ちゃんモテると思います。モテるになるんですよ。見た目もちょっといいし、いいし、モテるになるんですよ。なりますって、もうすでに。アラフィフになって。この今の日本で、野田ちゃんかっこいいと思ってる人がもうすでに何人もいると思います。偶然出会ってないだけだもん。そうそう。じゃあ楽しみですね。いや、楽しみで。だってこれからも多分仕事も絶対まだあるだろうし。そんなんでもう今更狂わないですよ、僕は。さすがに。いや、狂うような、魅力のある人来ると思いますよ。来るんですか。みちょぱぐらいで来るかもしれないですよ、とさ。え、したら狂うでしょ。震いますね。みちょぱだって、ね、芸能人とか、あ、芸能人とかは言ってくれるんですか。でトークライブなんか、うん、番組とか出た時、私野田さんのこと実は顔がすごい好きでみたいに急に現れるかもしれないですよ。芸能人だったら狂っちゃいますね。いやいや、そしたらその日には急に次郎ちゃん漫画描きます。そうなった時にはもう漫画描き始めますから。どっか、どっちが先か、モテるようになるか。いやでもそれこそちゃんと収束して普通にライブ出るようになったら、出待ちでいるって。今出待ちできないから。僕ライブとかもあんまね、いろいろまあ呼ばれるようになりましたけど、そういうのももうどんどん今呼ばれるようになるんですか。なります。なるんですか。
なりますし、まあ、PQ サマソクが出るんですよ、はい、ちょっと男っぽいのが多いじゃないですか。多いです。だからそこのライブにあんま女性ファンがついてないかどうかわかんないけど、もっとポップなのに呼ばれて呼んでくれるんですか、もうライブ。うん、そう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 。だからもともとイケメンファンだった人がこっちに流れてきたりとかあると思いますよ、マジで。いやいやいや、そう、いろいろライブも出たいですもんね、本当に。なんか、はい、テレビ見たっていうだけでもうすごいさ、もう嬉しくしょうがなくなるような、うん、女の子とかいます。そのうち出会っただけで泣き出す人が出てきますね、きっと。ずっと追っかけて、実はコンビの時が好きで、嘘だっていう人が出てくるよ。お前嘘だって問い詰めたいけど、そこまで言っちゃ申し訳ないなっていう不思議なことを言うファン出てきますからね。いや、じゃあちょっと楽しみですね。ちょっと狂ってるとこまだ言ってください、狂ってた俺に。いや、俺でも狂うのも一個いい人生だと思いますよ、うん、見失うっていいことじゃないですか。そんだけ評価されてるってことですから、見失ってほしいですね。まあ、うん、楽しみですね。じゃあいろいろだから、ピンのネタももうちょっと頑張りたいんですね。いや、十分頑張ってるじゃないですか。何がダメですか。いや、もっと R1 みたいのもない。あ、R1 クラシックって、あ、はい、出ます出ます出ます、うん、あ、いや、でも出れるかわかんない。出るというか一応、はい、エントリーがもちろん、はい、で、俺出ると思うんですよね。出ると思うけど、35組入れたら、うん、もうラッキーですね。だからそこで、まあ一組だけ MVP って書いてましたね。うん、強敵しかいないですもんね。強敵しかいないと思いますよ。本当はそこで勝たなきゃもうダメですもんね。それか B1 グランプリか。あ、B1 B1薄暗いなんて、あれも準決勝まで残ってなかったっけ、はい、あのあれ昨日だったっけ、はい、これもう今結果出たの昼で出るんで、これアップしますもんね。いつですか。夕方にアップしますけど、 夜かな。あ、じゃあ結果出ても決勝残りました、ね、おー、インディーズですけど。それ決勝いつですか。決勝が21日ですね。でこれ優勝したいです。どこでやるんでしたっけ。門座で。門座、はい、僕は野田ちゃんの優勝で予想していますんで。マジか、いや、ありがとうございます。で、ここ本当に優勝して、はい、R1 の人と、うん、R1 の優勝者、うん、当日戦しろみたいなことを、うん、騒ぎたいんですよね、ツイッターとかで。ああ、いいです。俺これで優勝だぞ、R1 の人、うん、で、クラシックでも優勝してほしいわ。なんだったら、クラシックはちょっと手強いけど、そこでも言ってほしいよね。でも、本当に流れ来てたら全然あると思いますよ、流れさえ来てが。そこを取れたら、でも優勝するってことはもう本当にもう実力以上のもう波が来てるってことなんで、やっぱ運もあるじゃないですか。どうしてもお客様も味方につけて、うん、面白いのはみんな面白いから、そうですね、うん、ああ、そっか。じゃあそれをダブルで取ったら、したらもうモテますよ。モテるかい。モテますし、二郎さんの二郎さん漫画界でここ2個ですね、うん、したら R1 の優勝者の人と、はい、でもなんかね、うん、メディア動いてください、メディアの皆さん動いてくださいって言ったら、なんかやってくれるかもしれないですね。くれるかもしれない。2個取って、薄くれが動くかもしれない。薄くれが、まあありがたいですけどね。まだ薄くれ屋さんがやってくれて、そのライブやってくれるかもしれないですね。準決勝どうだったんですか。お客さん結構来たんですか。来ました、来ました。あ、でもあれなんですか、まあ間で30人ぐらいだったんですか。ちょっとわかんないですけど、俺昨日行こうと思ったけど忘れてた。キートさんと伸びちゃったから忘れてます。あれ昨日撮ったんですね。昨日は本当撮ってたしね。撮ってたらしいんですよ。編集だしなんで、まあ、まあ、やばいですね。そんなんですか、なんかこんな。でも、あ、1時間半、まあちょうどいいぐらいですね。そもそも1時間ぐらいですよね。だからこの R1 の今展望、あ、僕のピンの展望を今喋らさせてもらって、うん、で、そこですね。じゃあそこ行けりゃいいですね。またネタでも評価、やっぱ売れてる人はやっぱ根っこから強い意志で売れると思ってるっていうのがやっぱり伝わってきましたね、これ喋ってると。だから今やっと偶然売れたというか、ずっとそのモチベーションでやってたってことですもんね。そうそうそう、だからこそってことですもんね。おそらくコンビで続けてても売れてたんだろうなっていう気もするしね。そうだったら危なかったですね。あんなやつとあいつとずっと一緒ってもう地獄でしたね。もう今も総取りだからね、一人だから。金も総取り。営業とかはまだ来ないですか。営業ないですね。あ、そっか。これからだから本当だって営業入ってると思うんですよね。マジっすか。面白そうとかサマゴであって、多分営業は来ると思いますよ普通に。くっさー、多分今と時代がちょっとうまいこと見方だって。営業行けばお金もね、あ、いいっすか、うん、余裕になるし。
後輩に奢ったりとかも、ね、できるだろうし、じゃあそこ、まあまあもうちょっとが、まあ、頑張れば来年ぐらいは、うん、いや来年まで残ってたらもう結構売れてますよね。売れてる。来年まで、来年まで行って営業来るぐらいなってたら結構売れてますよね。結構売れてくると思います。でもそんくらい頑張るしかない。CM 出てるかもしれない。CM 出てるんですか？出てる可能性ありますよ。なんか出そうですか？キャラクターが分かりやすいから。売れましたわ。やべ、なんとかしましたわ。なんとか商品売れましたわ。売れましたわ。なんとか言える。売れますわ。売れますわっていう。こんないい商品。売れますわ。最高っすデイ君、多分来ると思います。あ、来るんですね。来ると思います。練習ちょっと、まあ、僕は来たことないんで分かるんですけど僕が言ってるのは全然ならないんですけど、なんか、僕なんか CM 何人も来ないんで分かんないけど、来そうな気がする。予想で喋ってるだけ。予想で、全部予想で喋ってますんで分かんないんですけど、まあ、来たですね。そんな感じでございます、ね。あ、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。今回の、ゲストは野田ちゃんでした。チェース。ありがとうございました。売れましたわ。イエイ。